のんきね。私が言ってるのはマルナのこと。そうだけど、具体的にどうするかって話。だからそうじゃなくて。もういい。まあ、大丈夫かな。まあね。そうね。私たちの問題じゃないもんね。待たせたな。ぐっすりだ。まどろんで危うく一緒に寝てしまうとこだった。お疲れ様。さて高村、これからのことなんだが。してたのだからね。そうかならいいのだが。そうだよな、普通もう考えてるか。高村？どうしたんだ？さっきから難しい顔をして。そうか、そうだな。ん？何の話だ？そうか、そうだな。大きさにもよるが、肌身離さず持っておくかな。神棚だな。まだ何かあるか？冬物の服の間とか？答えた？わかった。じゃあ私も絶対そこは探さない。あ、ちょ、本当にそれだけ？思いっきり聞こえていたのだが、
二人は高度な情報戦か何かをしているのか。そうか。オシナとは何でも話すんだの。前回とに幼なじみというのはああいう話も平気なのか。そうか、なるほど。確かに私には濁してたものな。だが、オシナはものすごく女っぽいと思うのだが。そっけないな。確かに痛いほど合点がいった。そうなのか。なるほど、確かにそれだけ長いと兄弟みたいなものになるのかもしれないな。賢明な判断だ。話し込んでしまったな。早く戻って、できるだけマルナが起きる前に用意をしよう。いただきまーす。うわ、この筑前に美味しい。煮物を作るのが上手な男とか。ああ、思ったよりも簡単そうだったな。まあ圧力鍋がいつ爆発するかと気が気ではなかったが。ああわかる。いつでもやってやるって感じが怖いのよね、あれ。あの圧力鍋ってそんなに。普通のお鍋に水蒸気で圧力をかけるの。それはもう締め切りを過ぎた作家に編集者がかけてくる電話のごとくすごい圧力で、もう死人が出るレベル。でも なんとなくすごそうなのはわかります。あ、すいません。たくもう、マルナ、何か食べられないものはある？好き嫌いはなしか、偉いな。枝豆も塩辛も食べれます。それじゃ逆に好きなものは。苦くないものなら何でも食べれます。そう。私、今日のご飯は好きです。あったかくて、美味しくて、あったかくて、全部食べれます。マルナちゃん、
食べれるじゃなくて食べられるだよ。ラを抜いちゃいけません。あ、すいません、気をつけます。うん、気をつけようね。あと、お箸の持ち方も違うよ。はい、お箸を置いて。はい。置くときは器の上じゃなくて箸置きに。それじゃあ手をチョキにしてみよう。それで親指を少し開いて根元にお箸を水平にしておくの。あ、こんな感じね。それで、はい、オッケー。それじゃあその持ち方で食べられる？食べられます。うん、よくできました。これで一ついい子になったね。私感心したわ。志保さん、よくマルナに注意できたなって。コタローくん、甘いものください。でも今日のパワー全部使い果たしちゃったよ。ぐったりです。志保さん、やっぱり疲れてたんですね。結構無理してるんじゃないかなとは思ってましたけど。でもやっぱり気になっちゃって。私も達音さんに散々しつけでは怒られたからにゃ。達音さん？そう、厳しかったんだよ。ご飯のマナーだけは。朝帰りや夜遊びしても怒らないけど、ご飯のことだけはものすごく真剣に怒るの。しかも怒鳴るんじゃなくて静かに怒るの。思い出しただけで余計疲れてきた。相当なプレッシャーだったみたいね。でもそうやって厳しく言われたから今日のあの夕食があったんですよね。孫に笑われたくないからあんたをしつけるのでしたっけ。あれ、織江ちゃん、達音さんの口癖知ってるんだ。コタロウくんから聞いたの？はい、ちょっとそういう話をする機会があって。孫にというのは一種の照れ隠しで、本当は誰の前に出しても恥ずかしくない、そんな子に育てようとしてたんですよね。達音さんの場合、本気で孫にいい格好したくて言ってた気がする。いろいろ台無しだ。でも私、マルナちゃん傷つけちゃったよね。高村。いいんだ。傷つけても傷つけっぱなしにはしなくて済んだみたいだから。
めるならもっとご褒美ちょうだい。目の前でイチャイチャしないでくれる？ごめんね、私そんなつもりは。ひどい、私犬扱い？また電話に出なかったでしょ。って、あれ？姫先輩、どうしてここに？ああ、お邪魔させてもらっている。あれ？その子は？一体何さ？どういうこと？またなんか厄介ごとに首を突っ込んでるわけ？綾乃ちゃん、落ち着いて聞いてくれる？あ、はい。今日からここでお世話になる。しさき、マルナです。ん、私はこのおせっかいバカの妹、高村綾乃。あ、嘘は言ってない、ただ事実を羅列しただけ。まあその順番が意図的だったのは認めるけど。あれ、軽蔑した？かもね。でも、あの子が泣く姿を見てない人には、それぐらいでちょうどいいんじゃないかしら。どういう意味よ。そう、褒めて。すみません、綾乃さん。何？私の名前はそう書きます。あ、綾乃さんの字も教えてください。ああ、ありがとうございます、綾乃さん。綺麗な名前です。ありがとう。なんだけど、あ、そうだった。今日は
それ以外にも目的があって、というかこっちが本題なんだけど。違う、ルール。そう、カラコウジさんがこの家で暮らすようになるからにはそれなりのルールが必要になるでしょ。それなんだかものすごく多そうね。当然、共同生活は折り目正しく行わなければポンポコ問題を生みますから。ポンポコひとついいだろうか。ものすごく今更で申し訳ないのだが、カラコウジはここに住んでるのか。え、あ、そっか、姫里さんにはまだ話してなかったっけ。ここが学園の寮も兼ねてるから住まわせてもらうことにしたの。なるほど。なるほどって姫先輩驚かないんですか。カラコウジは電車通学だったよな。交通費や安全面から寮に入れたがる親御さんは多いからな。入学前から風紀会にもよくその手の相談があるのだ。その点学園寮も今はいっぱいで、カラコウジが今から他の寮に入るのはさほど不思議ではないが。それで綾乃ちゃんは風紀が乱れないようにルールを作りたいというのも理解できる。ですよね。風紀の乱れは心の乱れ、そして心の乱れはもう乱れに乱れまくってしまう前兆です。これはディッセネバー。後半はよくわからないが、確かに共同生活を行う上でルールというものは必要だな。マルナも住むことになるわけだし。すいません、私ご迷惑をおかけしてますよね。違う、これは誰であろうと必要な措置であり、ルールはお互いを尊重するために作るものだ。尊重。ああ、大事に思い敬意を払うということだ。うん、難しいですね。確かにな。だけどお互いに嫌な思いをしないための、そうだな、言い換えれば約束だ。約束ですか。私とお姉さんがしたような。そうだ、あれと一緒。お互いのためにいろいろと約束をするんだ。わかりました。大事なことなら私そのルール知りたいです。よくぞ言ったわ。いい？今から発表するからよく聞いてよ。その10、管理人は毎日監督者である高村綾乃への連絡を義務とし、口頭が無理な場合は電話で。何言ってんの。お兄が適当でだらしなくてスケベだから、これくらいこと細かに決めた方がいいに決まってるじゃない。反論できる？できないよね。まあまあ、ちなみにルールは残りどれぐらいあるの。全部で78個で、暫定のものが35個だから合わせて113個。何言ってんの、法律より断然少ないよ。あー、さすがに私も多すぎると思うわ。そうだな、過ぎたるは及ばざるがごとしとも言うしな。うん、で
ますけど、一つ屋根の下に家族じゃない男と女が住むんですよ。これぐらいのルールは絶対に必要です。お互い不快な思いをしないための、言い換えれば快適に過ごすためのルールよね。はい。なら事細かに縛るんじゃなくて、大原則だけ決めて、あとは当人たちが話し合って決めていけばいいんじゃないかしら。でもそれだとズルズルとだらしない方向に行っちゃうから、特にお兄は男で。実の兄だから信用できない。あ、でも私、洗濯物を星名さんに一任するのはいいと思う。必要ならお金もちゃんと払うし。そうだな。全部を頭ごなしに否定する前に、一つずつ検討して採用すべきかどうか話し合ってみるのはどうだろう。姫先輩がそう言うなら。そうか、せっかく考えてきてくれたのに悪いな。ありがとう、彩乃ちゃん。いえいえ。ごめん、つい寝ちゃってた。今どの辺？